Yasui-san! Ojamashimasu-yo! Yasui-san, 返事くらいしてよ! Yasui-san? ちょっと代表的な都市伝説を挙げてみようか。口裂け女、トイレの花子さん、赤マント、ベッドの男、足を踏み入れたら死ぬ家、呪いのビデオ。どの都市伝説もみんな聞いたことがあるだろう。 じゃあね、これらを体験した本人から聞いたことがある人いないよね。どうして？それは作り話だから。昔話と同じ人から人への伝達で形成されるミームと呼ばれる文化遺伝子なんだよ。ただしね、この呪いのビデオ、 これだけは他と違う。僕の心を掴んで離さない。呪いのビデオは90年代の終わりに現れた代表的な都市伝説だ。その謎のビデオを見ると、貞子という幽霊から電話がかかってきて、お前は2日後に死ぬと告げられる。そして2日後、48時間後に目の前に貞子が現れて本当に死ぬという。 やがてビデオテープというメディアが廃れて、この都市伝説もほぼ消えた。でも未だに僕はビデオはある。貞子はいるって気がしてる。でもな、もしあったとしたら今頃インターネットで広がってるよね。もし本物があったら高く買うよ。いやいや、本当に本当に、いや貞子を見てみたいんだよ。 その時は2日以内に持ってきて。なぜ僕がここまで呪いのビデオに囚われているのか、それは
この本に書いてあります。書きました。私森重真一、自費出版です。買ってね。はい、今日はこれで終わります。あのさ、ゆりさ、割と機械に強いじゃん。まあ夏美よりはね。これお願いします。え、何、ビデオテープ？うん、うちの親がさ、ビデオデッキ捨てちゃってて、もうそれずっと見てないんだって。結婚式のビデオ？そう、それで今度の結婚記念日のプレゼントに DVD に焼いてあげるって約束したんだけど。夏美が？無理でしょ、夏美みたいな機械音痴に。だからゆり様にお願いしたいの。へえ、どうしようかな。いつなの結婚記念日？あさって。2日後。え、2日後？明日送らないと間に合わないよ。そうなんだよね。学食5回分でどう？うん、やる。鈴鹿、着いたよ。うん、あ、もしかして急な引っ越しに怒っちゃってる？うん。え？いや、それはだって仕事の都合がさ。嘘だよ。すいません、はい、気をつけてくださいね。すいません、こちらの番号はどちらに？鈴鹿のだから2階にお願いします。ここ来んの？前の道ならいつもバスで通ってるよ。来たことないんじゃん。いらっしゃいませ。ねえゆり、こんなとこにビデオデッキなんかあんの？いや、むしろこういうとこじゃないとないの。はあ、昔の機械って高いんじゃないの？安い安い、絶対安いって。ビデオデッキなんて今誰も使わないんだから。あ、こっちじゃない？あった。お、安いよこれ。なにこれ、きったな。動けばいいの、安いし。え、よし。あ、ちょっと、はい、いや、うわ、いや
私にばっかり運ばせんの？最悪。私は部屋の提供と技術担当、夏美は力仕事担当だから。勝手に決めないでよ。よし、オッケてみようか。え？やだ、気持ち悪いじゃん。夏美見たくなかったら見なくていいよ。ねえ、やっぱやめようよ。何も映ってないんじゃない？ゆり、これ呪いのビデオかも。呪いのビデオ？じゃあ森重先生が高く買い取ってくれるんじゃない？ダメだ、ってなんか変な感じしたし。どうしたの？見させてよ。だって本当だったら2日後に死んじゃうかもしれないんだよ。何言ってんの。誰かがいたずらで変なビデオ入れたに決まってんじゃん。貞子の電話もない。今日呪いのビデオが入ったビデオデッキ売れましたよ。え、あれ入れたまま売ったの？はい、おまけですよ、おまけ。呪いのビデオ？ビデオデッキの中に変なビデオテープが入ってたんだって。呪いのビデオは見とる2日後に死んじゃうんですよ。2日後？幽霊から電話かかってきてね。貞子だっけ？実際見た後お店に電話かかってきましたからね。本当に？ただの無言電話です。まあタイミング良すぎますけど。ちょうど2日前のこのぐらいの時間に動作チェックで見たんで、私もうすぐ死んじゃいますね。え、みつこも見たの？私は見てない。けいこちゃん、何が映ってた？けいこちゃん、恵
恵子ちゃん。さ、高木さんちってあの家のすぐ前。あ、ちょ汚い廃墟の家目の前にある。うん。やっぱり。何？あ、中に入ってみたらわかるかも。うん。あの家幽霊屋敷なの。幽霊屋敷？うん、いやあそこで昔無理心中があって。旦那さんが奥さんを刺し殺して、あれ小さい息子もお風呂に沈めて、で旦那はうっって首吊って死んだの。本当に？え、うん、多分ね。でもみんな知ってるよ。有名。昔っていつ頃の話？昭和じゃない？多分。っていうか問題なのは、その後あの家に住んだ人がみんな死んじゃってるってことなんだよね。ああ、そう、自殺とか突然死とか殺人とか事故死とか。ねえ、そのカードは？あそこ入ったら呪われて死んじゃう家なの。だから誰も住まないの。あの家絶対近寄っちゃダメだよ。これ最悪の組み合わせだから。すいません、今日休業なんで。昨日ここでこのビデオデッキを買ったら中にこれが入ってたんですけど。ご覧になられたんですか？はい。一人暮らしのご老人が自殺で亡くなられましてね。うちは親族の依頼でその家のものを買い取ったわけですけど、聞いた話だとご老人の遺体を発見した役所関係の方も2日後に自殺したそうで。そうなの？どなたかお亡くなりになったんですか？バイトの子が上から落ちて。
2日前にこのビデオを見たって言って、そのすぐ後に。みんな2日後に。そうだ、森重先生、森重先生に相談しようね。本を買いに来たのか。森重先生。ん？呪いのビデオから助かる方法教えてください。え？あの、見ちゃったんです。これ多分本物の呪いのビデオです。確かに君たちの話は呪いのビデオの都市伝説に当てはまる。もしこれが本物だとしたら、ものすごい発見だ。サダコを見たのか？サダコって何なんですか？あ、おそらくこの都市伝説に触れた者たちのミームがマインドウイルスと化し、集合無意識の具現化が起きたんだ。あの、よくわからないんですけど。集合無意識というのは、とにかく助かるのか助からないのか知りたいんです。私死ぬんですか？2日後って言ったらもう明日の夜です。判断するには情報不足だな。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。じゃあ先生も見てみればいいじゃないですか。ちょっと夏美。見る。え？どうなるか知らないですよ。もしこれが本物だとしたら、2日後に死んだっていい。じゃあ君たちは外出てて。DVD 録画させてもらうよ。本物ならものすごい資料だから。
Sadako は現れなかったんだよ。そうか。起きる出来事に個人差があるんだ。個人差があるんだよ。そっか。先生って私死ぬ？うん。助かる方法は先生本書いてるんだから何か知ってるでしょ。助かる方法。ビデオを人に見せる。これって夏美は先生に見せたよね。いや、僕は君から受け取ってみたから彼女が見せたことにはならないんじゃないか。そっか。いいか、本には書いてないこともある。僕の考えでは死ぬ直前なら我々の内部プログラムのミームを書き換えれば。死ぬ直前？それまでただ待つってこと？もうやだ、呪い殺されるぐらいなら自分で死んじゃいたい。夏美、分かった。じゃあね、すぐにお祓いをしてくれる霊能者がいないか当たってみるからね。それから君は絶対見ようなんて思うなよ。全員死んだら生き証人がいなくなるから。とにかく僕からの連絡を待ってろ。いいね。こんにちは。こんにちは。何してるの？お待たせ。プレゼント持ってきたよ。ありがとう。大丈夫？大丈夫です。ここ、どういう家か知ってるよね。怖い。プレゼントあげるね。みんなで頑張って集めたやつ。はい、プレゼント。あ、落ちちゃった。ごめん。ひどいね。本当に悪いと思ってる。ごめん。じゃあ、ここ入ったのです。家の中入って、線数えたら出てきていい。
よし、これなら。はい、森重です。あ、ホーリーさん。はい。あ、ありがとうございます。はい、すぐ向かいます。ここだ。以前取材でここに来て、ポーリューさんの悪霊払い見たんだけど、すごかった。彼女は本物だ。ポーリューさんなら何とかしてくれる。それに僕は僕で別の方法を考えてるから。ありがとうございます。行こう。どうですか？何か見えますか？森重、これは私が使ったことのない恐ろしいものだな。貞子ですか？貞子が見えるんですか？ただただ真っ暗な闇がどこまでも続いてる。あの、私は明日死ぬんですか？僕は明後日に。このままだとね。でもそうさせないよ。明日明後日の予定全部断って、これやらなきゃダメだ。はい。ホーリーさん、僕は大丈夫です。彼女だけお願いします。何言ってるの？貞子が見たいのか？死にたいなら勝手にしろ。すいません。私はよろしくお願いします。高間の原にかむずまります。かむろぎかむろみのみこともちて、もろもろのまがごとつみけがれを払いたまえ、清めたまえと申すことのよしを。かしこみかしこみ申す。サラダンカン、えい！ママクサンマンダーバーサラダーセンダーマーガリヤテスヤタウンタラダーカンマン。ママクサンマンダーバーサラダーセンダーマーガリヤテスヤタウンタラダーカンマン。飲め。飲め。飲め。
女の中にいる者、姿を現せ。私死ぬんだよ。謝られたって何も変わんない。全部ユリのせいだからね。私に渡して。何？家から渡して。家から。夏美から受け取った。森重先生の本に書いてあったでしょ。人に見せたら呪いから助かるって噂。私
ってみる。玉尾、何か見えるか。これ見えてこない。そうか、いいな。何バカなことしてんの。か元から。慶三さんですか。お前も見たのか。仕事増やすなよ、めんどくせえな。え、夏美の呪いは解けてないんですか。あ、バカみたいな噂試したんだよ。バッカだね。慶三、これ。ほう、
本物だね。ああ、すげえな。金は？おお、結構あるな。法隆先生から預かったお金です。この人すごい無駄死にだね。こら、法隆先生を助けようとしたんだよ。何なのこの子。俺の相棒。あんたね、先が見えないのは。何、助ける気あんの。ないよ。あるわけねえだろ、お前なんか。冗談だよ。人の気持ちが分かんないの？ねえ、私は何が見える？玉をやめとけ。私死ぬの？こいつの呪いを解くのは難しいけどな、恐怖にとらわれたらもっと苦しむぞ。さっそっかよ。考えてること分かるか。うん。何する気？化け物には化け物をぶつけんだよ。うちにも土足で上がられるかと思ってドキドキした。バカにしてんのか。助けてやんねえぞ。いいんじゃない、助けなくて。どうやって私たちを助けてくれるの。明日の夜は夏美があのビデオを見てから2日後なの。いいか、やるだけのことはやってやる。よかったね。下見をしてから詳細は決める。明日迎えに来るから、それまでここでおとなしくしてろ。外に出ない方がいいの？何？あの、外に出ちゃダメならこれどこかで DVD にコピーしてほしいんですけど。あ？夏美の大切なものなの。めんどくせえな。ありがとう。何かあったら電話しろ。
でも私あれ人身売買が目的の誘拐だと思う。だってじゃなきゃ4人制に行方不明って説明つかないんだ。だって女の子だったら分かるけどさ、全員男の子でしょ、うん、いやただの家出じゃないの。あれ高木さんどう思う。知らない。昨日の夕方なんかこの近くで4人の小学生の男の子が行方不明になったんだって。4人？うん。え、もう多いよね。結婚記念日にはちょっと遅れちゃうけど送っとくね。結婚式の前に生まれちゃったんだよね。ずっとお金がなくて式あげられなかったんだって。夏美すごくかわいい。今は最悪。何言ってんの。夏美は今も可愛いよ。もういいや、止めて。私の荷物どこ。そこ置いてるよ。気のせいだったみたい。そう、よかった。これしか見えだろう。そうだね。見てみようぜ。前から目つけてて正解だわ。入ったら呪われて死ぬ。ここにいるのはかやこ、としおみたいだな。逃げた。かやこはこうはいかないよ。あっちにいいものがある。
いね。使えるな。うん、使える。でも、あ、最後の手段だ。ジロジロ見てんじゃねえよ。何してるんですか。この人、家に呼ばれてる。この家には近づくな。入ったら死ぬぞ。ねえ、昨日の行方不明になった男の子たちの事件あるでしょ。ああ、そうみたいね。ご近所の子がいるんだって。そう、昨日の夕方、向かいの家の前に男の子たちがいてさ、確か4人だったんだよね。関係あるかな。でもあれは家出だろ。そろそろ見つかるよ。そうかな。ごちそうさま。大丈夫。慶三さん、あと1時間くらいで迎えに来るって。私どうしてこんな目に遭うんだろうって思ってさ。ユリも思わない？もうみんな死んじゃえばいいのにって。私も怖いけど、きっと慶三さんが助けてくれるよ。私やっちゃったんだよね。え？何を？これ。森重先生が録画した呪いのビデオ。何？何で持ってんの？盗んだの？うん。それでさっきユリがシャワー浴びてる間に。インターネットにアップしたの。私やばいと思ってすぐに削除したんだけどさ、結構ダウンロードしてた人がいて、ネットに上げてるんだよね。みんな呪い殺されちゃうね。ねえユリ、一緒に死なない？私呪い殺されるのは嫌なの。他の人は呪いで死んでも
私たちは自分で死ぬの。ね、いいでしょ。夏美、何したか分かってる？解決しなきゃ。ねえ、一緒に死のう。夏美。ダメか。夏美。死ぬのは嫌だから見てて。夏美、夏美開けて。夏美、夏美、夏美やめて。夏美、夏美、夏美開けて。夏美、夏美やめて。夏美。自殺は無理だ。法隆たちがどうなったか見ただろう。貞子の呪いを邪魔する奴は皆殺し、呪われた奴が自殺しようと同じことだ。ネットの件はどうしようもないよ。すべて私のせいです。夏美も何もかも。あんたが泣こうがどうしようが、貞子の呪いは広がるよ。呪いを全て消し去ることはできないんですか？貞子の呪いは全て目に見えない糸でつながってる。そうか。じゃあお前を呪ってる貞子を消し去れば、それがワクチンみたいに広がって全ての呪いを消し去ることができるかもしれないな。私、呪いの広がりを止めたいです。やるのは明日の夜、お前が死ぬ予定の時刻だ。けど、あの高校生危ないかも。
ねえ、何してるの？早くお家に帰ろう。そういう言い方やめとけ。まあこいつが生き残るには俺たちに協力するしかねえけどな。ユリ、お前の明日の相棒だ。これは夢じゃない。お前の家族はもう戻らない。お前もこのままだとあの家の化け物に呪い殺される。見たんだろ、かやこ、あの家に住む化け物だ。今晩かやこに別の化け物をぶつけて両方を消滅させる。私別の呪いにかかってるの。私の呪いとあなたの呪いをぶつける。私たちが生き残る道はそれしかないの。決心して。何もしなければ私もあなたも呪い殺される。一緒にやろう。あなただけでも助かってくれたら嬉しい。私ユリ、私、鈴鹿です。ユリと鈴鹿には二人であの家に入ってもらう。家に足を踏み入れることでユリにはかやこの呪いがかかる。鈴鹿は家の中で呪いのビデオを見ることで貞子の呪いがかかる。二つの違う呪いにかかることで貞子とかやこがあんたらへものを奪い合うの。拮抗する力を持つ貞子とかやこの呪いはお互いを食い合ってやがて消滅するだろう。そしたらお前らは助かって呪いの広がりも消える。それで一件落着だ。そんなにうまくいくんですか？まあ
最大限にうまくいった場合だな。うまくいかなかったら次の手を考えてある。それはあまり使いたくない方法だが。夜まで休んでろ。俺たちは準備がある。鈴香ちゃんごめんね、お茶勝手に入れちゃった。いえ、ありがとうございます。静かね。私怖いです。うん、私も。ビデオはすぐ見ろ。奴らが襲ってくる前にな。わかりました。どうしようもないときは裏手に逃げてこい。そこで俺らは待機してる。行ってこい。行こう。後でな。はい。ユリ、聞こえるか？はい。気をつけろ。はい。行こう。この横。今ビデオを再生しました。鈴鹿、何があっても映像を見続けろ。you
よし、作戦通りにやれ。はい。おかしいな、反応がねえ。いや、来る。そろそろユリがビデオを見た時間だ。悪いけど、一人には犠牲になってもらう。え？一人の体に貞子と佳代子を取り付かせる。
そしたら井戸に飛び込んでくれ。命はないが、それで封印する。キエゾーさん、大丈夫ですか？これじゃ計画通りにできねえ。あいつらも来るぞ。そうだ、二人とも井戸から離れて。はい。ユリ、どうすんだよ。私が死ぬことすれば、サダコが来る。サダコが来れば、カヤコも来るはず。マジかよ。ユリさん。ユリさん、混ざり合ってる。
Maybe you think you're safe. Maybe you're dreaming of heaven. Maybe you think it'll last forever whatsoever. Suddenly out of the blue, somebody you never knew is gonna erase you and all. Maybe you're dreaming of heaven. Maybe you think it'll last forever whatsoever.